里崎チャンネル。皆さんこんにちは。こんにちは。今日はですね、はい、皆さんにとって大事なことのお勉強をしたいと思います。はい、今日だってタッチですもんね。今日タッチです。不安をね、前に、はい、今日はですね、はい、里崎塾開校記念、はい、リードについてレッスン1をお届けします。里崎塾が始まるってことですね。開校しました。やっぱりその世の中ですね、はい、やっぱりこのリード批判、うん、多すぎるんですよ。まあ、何かあればリードが悪かったっていう声がすぐ言うじゃないですか。きますよね、ファンの人も解説者の人も含めて、うん、でも僕はなんで、まあね、これ見てる方は分かると思うんですけど、はい、僕もリードは結果論やって言い続けてるんですけど、はい、なんでリードは結果論って言ってるのに里崎お前解説でリード批判するんやっていうのにちゃんと答えたいと思います。おお、それはなんでかっていうと、はい、リードは結果論やろうって言ってる相手は、うん、あなたたちリード分かんないでしょと、うん、結果論で判断して批判してるだけでしょ、うん、だからリードは結果論ですって言うんですよ、うん、で僕が批判してるのは、はい、結果論なんないで過程もちゃんと見極めた中で打たれる打たれない別としてここちょっと違うんじゃないかなと思った上での疑問を呈してるわけですよ。あ、なるほど、はい、じゃあ見てる方はちゃんとお勉強をして分かってから批判をしてほしいと。分かったら批判してもいいです。お、許可が出ました。だその代わり、はい、やっぱ勉強しなきゃいけないじゃないですか。はい、だそのためにはやっぱしっかりね、そんな浅い知識だけじゃなくて、うん、しっかりリードとは何ぞやっていうのを勉強して、はい、やっぱ今後のリード批判、野球批判につなげていってもらいたいんですよ。批判 OK っていうスタンスですね。その代わり、はい、これはもうお願いがあります。はい、何でしょう。私 YouTube で里崎チャンネル見て里崎塾入校して勉強したんで批判してますっていう意見をちゃんと出すことです。あ、なるほど、それを付け加えた上で。そしたらあーちゃんとこれ見て勉強した上でやってんだったら、はいはい、まあまあじゃあちょっと納得かなっていう思いがあるんで。おじゃあこの塾楽しみですね。そうなんですよ、ね、そのためにはやっぱりまずリードの基本から勉強する必要があるんで、はい、まずレッスン1なんで、はい、私本当にド素人なんですけど、はい、理解できますか。絶対できます。そのぐらいじゃ簡単に説明してくださる、ね、めちゃくちゃ簡単。なんか超最初は簡単から、はい、実践編もありますから。うわー、大丈夫かな。どういう風にリードのミーティングをしてたか、はい、里崎はどういう勉強をしてたかっていうのを勉強してどんどんレベル上げて、はい、素人からクロートまで分かるように、はい、もしくは素人がクロートになれるようにしっかりお伝えします。はい、おー楽しみ。もうキャッチャーやってる皆さんとか本当に見た方がいいですね。本当に見た方がいいです。なかなか分かんないでしょ。そうですね、どんなミーティングしてんのか、はい、そんなね浅く考えてまっすぐのサインとか出してないんですよ。めっちゃ考えて出してるのにめっちゃ批判されるんですよ。ふざけんなって話ですよ。言いますね。でも、はい、里崎だけの知識、はい、大丈夫なんかってあるじゃないですか、はい、僕もちゃんと勉強してきてるんですよ、はい、今日はね、この本を読んで勉強してきます。お、なんか資料があるんですね、はい、しかもね、1冊じゃ分かんないから、はい、2冊読んでます、ちゃんと。どなたの本なんですか、これは。これね、うん、著者はね、里崎智也って方です。自分の本ですか、はい、自分の本ですか。なんですか。自分の本で勉強してきたんですね。しっかりこれで、これを読んで、まあこれ書いたのも僕なんですけど、これを読んで、ちゃんと勉強してます。まずただの本の宣伝です、これは。うまいですね、ちょっとせこいですね。いやいや、やっぱ参考資料だって、はい、これだけ見てても、うん、大学、予備校、はい、塾、はい、学校含めて、はい、教科書何も持たないで、うん、勉強行きます？できないですね。行かないでしょ。そうですね、特に本当にあった方がいい。特に大学、はい、先生の本買わされません？買わされます。買わされますよね。これを読めば大丈夫だって言われて買わされますよ、はい、でしかもその本、はい、テストに持ってきていいですよぐらい言いますよね。はい。だから本いるんですよ、はいはい、やっぱり勉強するには、うん、しっかり勉強した上でですね、はい、行きます。はい、お願いします。何笑ってるんですか。いやいやいや、なんかうまいなと思って。まずは、はい、リードと配球の違いを勉強しなきゃいけないです。はい、リードと配球ってなんかパッと見たら同じようなイメージなんですけど、違うんですよ。みんなが、はい、皆さんが言ってることって、はい、大体配球のこと言ってるんですよ。へえ。僕たちがやってることは、はい、リードのことをしてるんですよ。はい、え、何が違うんですか。まず配球っていうのは、はい、この机上の論理だから、まあミーティングとかで、はい、まあじゃあこうねあります、このストライクゾーンがね、はい、こうあったとするじゃないですか、はい、上で、うん、このバッターね、もし
じゃあ皆さんがピッチャーだったとしたら、右バッター、右バッターここでこういうわけですね、してたら、はい、こいつはインコース強いですよと、ね、うん、インコース強いですよと、はい、でもアウトコース低めにさえ行けば抑えれますよと、うんうんうん、高めは禁物ですよってなった時に、はい、これを言ってるだけなんですよ。これが配球、配球、これでこのバッターのね、でこの配球っていうのはこっちにつながります。はい、選手の傾向、長所、短所、カウント別対応、フォームの変化、球種別対応、打球の方向、右左、投手調子の良し悪しっていうのの、はい、この机上の論理の中の話をしてるだけなんですよ。なるほど、まあ、分析した上でも、ね、これがリードになってくると、はい、まあ、実践的戦略ってなって、はい、構えた上で、あれ今日タイミング合ってないからこっちはとか、はい、インコースミーティングではいけるって言ってたけど、うん、こう明らかにタイミング合ってないし、うん、っていうので攻めるだけなんですよ。あ、もうそのこれインコース強いって言ったやないかと、はい、言ってるやないかと、なんでインコースいったんやと、はい、いやタイミング全く合ってないんで、うん、でそれ抑えました、はい、リードです。なるほど、じゃあ当日のその調子とかも全部含めて、はい、今日はいけるぞ、だったらこっちでもいいかなっていう判断を、タイミング見たりとか状況見たりとかしながらやるのがリードで、はあ、多くの人が言ってるのはこの配球の机上の論理の中でのことを言ってるんですよ。なるほど、追い込んだからフォークとか、はい、追い込んだからインコースとか言うわけですよ、はい、これじゃダメなんですよ。なるほど、このリードの中での、はい、この実践的戦略の中での何を行くかを学ばなきゃいけない、ね、はい、でもここに行くためにはこっちを完璧にしとかなきゃいけないんですよ。でもみんなここで終わってるんですよ、はい、だからここからここにジャンプアップすることによってリードの良し悪しが分かるんですよ。これはプレイヤーじゃなくてもこっちまで学べるもの、学べます。へー、だからあの最近で言うとですね、はい、これまあ僕の解説聞いてくれてた方は日本放送の分かると思うんですけども、はいはい、千葉神宮横浜スタジアムで、はい、一晩にサヨナラホームランが3回出た試合があるんですよ、はい、千葉では田村、うん、で神宮ではヤクルト山田哲人、はい、うん、で横浜スタジアム筒香がね、はい、ホームラン打ったんですけど、うん、であの時にですね DeNA 対阪神でしたね、はい、その時にまあピッチャーがですね初球、はい、ノーミだったんですよね、はい、で初球ここにストレートを投げました、はい、ストライク、うん、全く微動だにしなかったんですよ。筒香は簡単に見逃したんですよ、はい、初球から、うん、でその時に僕はこう変化球狙ってますねと、タイミングが若干ストレート遅れてると、うん、変化球狙ってる可能性ありますね、はい、で2球目キャッチャー梅野でね、はい、ここに同じようなとこめちゃくちゃいいとこ行ったんですよ。おー、でボールだったんですよ、はい、でもこれもうんともすんとも言わない、全くタイミング合ってなかったんですよ。へー、でそれを見て多分次インコースストレート行ったんですよ、はい、多分遅れてると、はい、でここに来てインコース、はい、でボール球です、はい、これも全く微動だにしなかったんですよ。へーってなった時に、はい、完全変化球を狙ってると、はい、ボールの中では、はい、だからもし変化球行くとしたら低めのボール球やと、うんうん、ね、でもストレートの方がどっちかといいと、はい、ってなった中で最後スライダー若干甘めに入って、はい、サヨナラホームランだったんですよ。やっぱり変化球狙ってたんですよ、ってことなんですね。でも、はい、普通に考えたら、はい、配球の中でのリードだとここが弱いんですよ、ストレートスライダーの出し入れが。そうなんですか、普通に考えたら、はい、でもいいバッター狙ってくるんで、はい、それを読んでいかないといけないわけですよね、うんうん、でこの初球を見た時点で、うん、変化球を狙ってるな思えたかどうかなんですよ。なるほどそれを思えたかどうかがリードなんですよ。なるほど、ここ強いはずなのに見逃してる、うん、ってことはここ狙いじゃないぞっていう、うん、ストレートもホームランを打てるのにま、はい、っすぐのストレート系をここで狙ってこないし、うん、微動だにしない、あれ変化球意識高いんちゃうかと、今日違うぞってなんかを思えるかどうかがこっちだって、はあ、なるほど、ただのもうここ外それスライダーでよかったやろ、インコーストレートでよかったやろっていうのはここなんですよ、うん、でもこれも駆け引きだから、はい、ひょっとしたら筒香が変化球狙いやめた可能性もありますね、はい、その中でのまあサヨナラホームランだったんですけど、皆さんがここに行くためにやっぱここを勉強しなきゃいけない、でここを勉強しなきゃいけない時にやらなきゃいけないのはこれです。はい、じゃーん、いっぱいありますよ、はい、はい、何でしょう、傾向ね、傾向っていうのは、はい、バッターがどういう特徴があるかですよね、うん、はい、長所短所ですね、インコース強いインコース弱い、うん、変化球強い変化球弱い、はい、っていうでカウント別、うん、カウントによってどうなるか、はい、入りのカウントね、うん、初球もしくはストライク先行もしくはボール先行、うん、ね、いろんなところでカウントがあった中でのカウントによっての対応はどうなのか、はい、フォームの変化、
おお、選手やっぱりちょっと踏み込んできてんのかな、開いてんのかな、肩入ってんのかな、入ってないのかな、はい、うん、打席の位置、はい、あ、ちょっとついてる、離れてる、スタンス幅、はい、足上げるタイミング、はい、もう覚えなきゃいけないですよ。へえ、一人一人の、はい、うわ、球種別対応ね、はい、ストレート変化球どうなんやと、うん、でこれ、まあ、ミックスしたらカウントによってどうなんやと、はい、早いカウントストレート強いけど追い込まれたストレート弱いとか、はい、うわ、もうレパートリーがあります。これも打球方向、はい、ね、これも全部ミックスで、はい、カウントによっての打球方向どうなんやと、うんうんうん、追い込まれる前までは引っ張るけど追い込まれたら反対方向とか、はい、もしくは追い込まれても引っ張ってくるとか、うん、最初から反対方向だったりとか、はい、ライン上ヒット多いとかないとかによって守備位置変わりますよね、はい、で右左投手によってのこれ全部ね、うーわ、またこれまた全部変わってくるわけですもんね。でも、はい、右左で変わってくるわけ、はい、でまあここは基本ですけど、はい、まあ、僕ぐらいになると、はい、チームの全投手のこれです。だからロッテだとね、清水尚さんの時、小林弘之の時、久保の時とか、はい、ね、全左、全右じゃないですか、はい、でも違うわけですよ。左でも成瀬の時とか古谷の時とか藤田さんの時とか、はい、セラフィーの時全員違うわけですよ。ってことはこれをじゃあまず柳田選手の考えますとなった時に、はい、これ一つずつ全部考えていって、はい、まずここまで考えるじゃないですか、はい、柳田選手のやつをまずここまで考えて、はい、次にここに落とし込むんですよ。ってことは柳田選手のこの考えがそのピッチャー人数分あるってことですね。あるんですよ。でピッチャーによって変わる、変わる、だって球種別対応とか、はい、ピッチャーによって違うじゃないですか。違いますね、変化、ね、カウント別対応もピッチャーの傾向によって相手も考えてくるから変わるじゃないですか、はい、フォームって変わるんですか。ピッチャーによってピッチャーのフォームによってクイックが速かったら、あ、ゆっくりね、柳田でも足をこう上げてきますけど、はい、クイック速かったらそんな足上げれないじゃないですか。そっか、なるほど。ランナー出た時ランナーいない時、はい、フォームピッチャー違いますよね、はい、そのよってのフォームの変化とかね、はい、でバッター自体の調子のいい悪い、いい時はこう、いい時はこう、悪い時はこう、でそれがここに来るんですよ。いい時のフォームはこうだけど、ここが崩れると悪くなってますよと。はあ、だからここが崩れるように悪くなるようにしましょうね、はい、これを覚えなきゃいけないのがこれです。でその中での参考資料を今日持ってきたんですよ、はい、じゃーん、とりあえず3冊、はい、3冊とりあえずね、ええ、今見てる人調子がいいセーブやるなという声が聞こえてますけど、はい、まあ、前回ね、うん、あの柳田選手とかあの内川選手若干言っちゃって、はい、まだ現役なのに言っちゃダメやろっていう声もあったんですけどコメントにありましたね、ありました、はい、でもあれぐらいは誰でも知ってます、はい、あれ触り言ってるだけです。そうか、あれだけで触りなんですね。もっと深くいけるわけですか、はい、あれもしスーパーに買い物行くとしたら、はい、スーパー着いただけです。はい、買い物来てもスーパーついただけで、まだ中入ってません、はい、なるほど、はい、じゃあこの中にはいろいろその詳しいものが入ってるんですよ、はい、セーブ、はい、見ていいんですか。見たいでしょ。見たい、はい、ちょっと待ってくださいね、はい、セーブこれです。はい、これは佐藤さんが手書きでこれ全部書いてるってことですか。手書きで書いてる。これいつ書いたもんですか。これはですね、はい、多分2000、うん、多分2014年だと思うんですよ。2014年、最後の辞める時だと思うんですけど、はい、だから栗山選手のあります。うわ、これ栗山選手の、はい、対右対左、はい、ね、カウント別とか、これ全然私見ても、はい、ほーって感じですね。見たいでしょ。 どうします、見せますか。じゃあね、はい、これどうする、あの秋山選手ありますよ。おー、2014か、そう、はい、ある、あ、もうそこ出てますもんね、はい、今楽天行った浅村選手、浅村選手、うーわー、これやばいね、これはすごい。じゃあね、あのこんな感じです。お、見せちゃいます。こんな感じです。見せちゃいますか。モザイクしてください。こんな感じです。え、これ本当見せていいやつですか。見せちゃダメなやつです。あ、ダメなやつ。見せていいやつは次回の実践編の中でのやつにしますけど、あとはまあその、まあ、これはまあ見せていいんですけど、いいですか。このこれはまあ誰でも持ってるやつなんで、これはまああのこういうですね、はい、このスコア、はい、まあ、チャート誰が出てる、その時1番ね渡辺直人、2番熊代、3番栗山、4番浅村、5番中村、
ね、大崎、ランサム、隅谷、木村って。おー、これホームラン出てるかな。ホームラン出てます。はい、浅村選手がピッチャーロサから初球のインコースを左中間にホームランってます。おー、試合結果はね、5対1でロッテは勝ってますけど、現役の時に試合が終わった後に、そうそうそう、配られるんですよ。配られて、それを自分で持ってて、はい、あのそれを資料に、自分の資料に写し込んでいくんですけど、まあ、ここはまだ何も書いてない、これただの資料なんで、はい、何も書いてないんですよ、ただの資料なんで、はい、でこれを見て自分の資料に落とし込んでいってアップデートしていくんですよ。勉強していくんですね、これをどんどん毎日アップデートしていくんですね。そうそうそう。でこれが、はい、まあどれぐらい覚えなきゃいけないのかっていうと、はい、プロで言うとね、だいたいこの120人です。はい、120人分記憶です。はい、これなんでかっていうと、まあ、僕がロッテだった場合、はい、パリーグ5球団ですね、はい、でまあ、全員は無理なんで、うん、準レギュラーまで、はい、だから1チーム13人ぐらい、13人、うん、だから65人ですね、はい、でセリーグは交流戦と日本シリーズだけなんで、うん、まあ、レギュラークラスだけ、はい、だ9人の6球団、うん、54人、はい、まあ、両方合わせると大体120人、はい、だ120人を記憶してこれを、はい、いつ何時聞かれても、まあ 100% とは言わないですけど、はい、8割方答えるだけなんです。へー、これ前の動画でも言ってましたけど、今でも言えますもんね。言えます。今言っていいですか。いやでもそしたらまたもう言われるんですよ。あ、そうかそうか、そうか。でもあ、いいです、いいじゃないですか、触りだけ言えばいいんじゃないですか。銀次、銀次は銀次いるやん。いや、今さ、あのこれね、あの今ロッテとね、はい、3位争いしてるから、そうそうそう、怒られちゃう。ダメだな、ダメだな。今ね、いい塩梅の選手がね全然出てこない。銀次ここにあるよ。藤田健二、うわー、なんか すごいもの見てる感じですよこれは。っていうのを詰まってるんですから、はい、だからこれはまず触りで、家にはめちゃくちゃあるんですよ、はい、だからでこれを全部覚えていかなきゃいけないんですよ、うんうん、120人を、はい、だから酔っ払っても何しようがいつ聞かれても答えれなきゃいけないんですよ、はい、ね、でしかもだから僕でこのフォームの変化とか、はい、調子の良しはあるし、どうやって、ね、キャッチャー座っててバッター何見てんやって思うじゃないですか、はい、何見てんやっていうと、僕の場合は影を見てるんですよ、シャドウ。影、うん、絶好調のシャドウがいるんですよ、はい、そいつの、うん、もし、うん、秋山選手だったら、はい、秋山選手のシャドウがもう打席に立ってるんですよ、うん、ちょっと何言ってるか全然わかんないですよ、これ。え、どういうことですか。シャドウマン、シャドウマン、影、シャドウマン、だからもう、はい、秋山選手の絶好調のシャドウマンが、はいはい、もう記憶にインプットされてるんで。あ、そういうことか。立ってるんですよ、頭の中で立ってるってことですね。立ってる中に、はいはい、実物大の秋山選手が打席に入ってくるんですよ、はい、シャドーマンに重なるかどうかですよ、はい、ここであれシャドーマンに若干肩が出てるとか、はい、若干立つ位置違うとか、はい、バットの寝方が違うとか、腰の開きとかのシャドーマンの違いを感じるんですよ。シャドーマンは絶好調のシャドーマンなんで、はい、でなった時にそれを気づいて、あ、ちょっと踏み込んできてるなと、はい、アウトコース出ないからと、はい、あ、ちょっと開いてきてるなと、こう調子悪いからとか、はい、っていうのをそのシャドーマンに合わせて見ていくんですよ。いや、ちょっと里崎さんの頭の中見てみたいですね。見てみたいですか。見てみたい。それはですね、はい、次回ですね、はい、これを踏まえた上で、はい、どういう風に勉強してるか、はい、じゃあどう今まで勉強してきたか、これの中身は見せれないです、はい、あのまだ現役の選手もいっぱいいるし、はい、超細かいんで、はい、じゃあ中身は見せれないですけど、はい、僕がここに、うん、書きます。はい、あ、それで勝手にお勉強させていただける。それで皆さんまずこの配球の勉強して、実践編リードをどういう風に振り返っていくかの勉強の仕方、はい、これはまず触りだけ、はい、レッスン2はね、勉強の仕方を教えます。はい、わかりました、はい、ということで今日の授業はここまでです、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。